TI チェーンのスマホアプリができました。このチャンネルでは無料マイニングや無料で暗号通貨がもらえる情報をお届けしていますので、ぜひチャンネル登録いただいて情報をキャッチしてください。はい、こんにちは、ハッチンドです。今回は TI チェーンですね、アプリが出るということで、昨日くらいからですね、サイトのアプリ、ウェブアプリの方に繋がらなくなってしまって、私のね YouTube 動画のコメントにたくさんね質問をいただいてますね。アプリができたようですが、ダウンロードの方法が分かりましたらご教授をお願いしますとかね、あとこんばんは、夜分遅くに申し訳ありません、メタマスクのブラウザーで起動させていたのですが、現在 URL を入れるとエラーが出ますとかね、あとはアプリ版が本日リリースされたはずですが、どこからインストールできますか、ブラウザー版はログインできない状態になりましたと。はい、今日入れなくなりました、アプリできるからですかね。はい、いつもありがとうございます。今日ログインしようとしたところ、You sent too many requests in a given amount of time、lately later、retry later と表示されるのですが、対処方法はありますかということで、これ以外にもね、いくつか、はい、コメント、ご質問ありましたということで、実はね、私も、はい、アクセスできないなと思って、結局1日半くらいですかね、昨日の朝から、多分ね、アクセスできなくなってるんじゃないかと思いますけれども、はい、ね。で、どうしたものかと、はい、途方に暮れていたんですけれども、一応ね、それでもこう、前のウェブアプリのサイトにアクセスしてみたらね、こんな表示が出たんじゃないかと思いますね。はい。で、これ中国語でね、なんて書いてあるのか全く想像つかないんで、はい、Google のね、OCR で読み取って日本語訳してみました。はい。で、TI チェーンの内容、ね、このなんとかの内容ですね、アプリ展開サーバー、ウェブページデータを公式アプリサーバーに移行する必要があります。アプリデータの移行には一定の時間がかかります。この期間中誰もがログインできません。最初にアプリをダウンロードできますということで、ね、まずサーバー側の準備ができるまでは誰もログインできないということなので、皆さんがね今ログインできないのはサーバーが準備してるからだということで、ここはねもうしょうがないと、ね、待つしかないということですね。でその待ってる間にこのねアプリをダウンロードしてくださいということで、 Apple と Android ねそれぞれの、アプリのダウンロードの URL が載ってますと。で私今回ね Android でやってるので、こちらの下のねダウンロード URL にアクセスしてみましたと。そうしましたらですね、なんかこんなサイトが開いて、なんじゃこりゃっていう感じで、ね、よくわからず、ね、このサイトがどうしたのみたいな感じで、全然ね、ニッチもサッチもいかないと思っていて、で、試しにですね、Android からこの Apple の URL に接続したら、なんかね、ダウンロードしたんですよ。で、なんかダウンロードしたので、はい、何をダウンロードしたのかなと思って、ね、これ私のスマホなんですけれども、このね、ファイルマネージャーと、ね、いうもので、まあ、ファイルの中身が見れるんですけれども、ここにですね、はい、ダウンロードしたファイルがありました。ね、で、このマークが TI チェーンのマークだったので、あ、これをダウンロードしたんだなということで、これをタップすると、はい、こういうね、APK っていうファイルですね、Android のアプリのファイル名 APK っていうんですけど、これをダウンロードしましたと、はい、いうことなので、これをねじゃあインストールしていきますということで、こちらをタップしてみました。でね、このファイルマネージャー、もしかしたら機種が違う人は違う名前だったりするかもしれないし、もしかしてね、人によってはこれを入れてない人がいるかもしれないんですけれどもね、まあ、ダウンロードしたこのねファイルを探してみてくださいね。探し方わからない人は申し訳ないですけど、Google 検索でね、ググってみて、はい、APK ファイルの探し方とか、ダウンロードしたファイルの探し方とかね、スマホで探す方法をちょっと調べて、ね、そこはちょっとすいません、ご自身で解決してください。で、この APK ファイルを見つけたら、はい、ダウンロードに進みます。ちなみにですね、この APK ファイル何かっていうと、まあ、Android で動かせるアプリなんですけれども、Google のね、Google Play の認証が通ってない、ね、ものになります。通っていれば Google Play Store でダウンロードできますので、多分ね、開発途中なので、まだね、正式に Google 認証を通せてないんだと思いますので、まあ、こういった時には、こういうね、APK ファイルを独自に配ってインストールしてもらうっていうやり方をやります。だ過去の例で言うとね、Zoka とかね、AirDrop やってましたけど、あれも、
直接サイトから APK ファイルをダウンロードしてインストールしましたと。あとね、知る人ぞ知るこのハニーゲインっていうね、お小遣い稼ぎアプリ、これもね Google プレイとか Apple Store で、まあ、認証通ってないけれどもちゃんと動くものとして、まあ、直接ねダウンロードして使うことができますと。はい、なので今回もねそういう、まあ、認証は通ってないけれどもちゃんと動きますと、はい、いうことなので、まあ、ただね認証が通ってないということで、まあね、インストールして何か起こった場合はもう本当にね自己責任になりますので、ね、その辺は、はい、ご自身でちゃんとリスクを理解した上でやってくださいと。はい、で、やる場合ですけれども、まあ、ファイルマネージャーの場合はねこんな感じで設定ということボタンが出てきますので、こちらをタップしますと。そうするとこのね不明なアプリをインストールということで、まあ、Google 認証が通ってないので不明なアプリということになってます。はい、でここでこのねアプリを許可というところ、今グレーになっていますけど、こちらを右側に、はい、タップしてくださいと。はい、そうしましたらね危険ですよとね、不明なリソースからアプリをインストール、することは非常にセンシティブな権限ですということで、はい、こういう感じでね、Google Play 通ってないアプリをインストールしようとしてますよ、本当に大丈夫ですかって出るので、ここはね大丈夫という人だけ、はい、こちらをクリックして、で OK と押してください。はい、そうしますとね、やっとねこのアプリをインストールしますかと出ますので、インストールしてください。はい、で一応こちらはですね、私のスマホでなんかねウイルススキャンをやってくれて、ね、特に問題ありませんよ、安全ですよって出たので、はい、これはね参考にしてください。人によってはねスマホでこういう、ウイルスチェックをやってくれるスマホもあれば、ね、全然やってくれないスマホ、人それぞれと思いますけど、私のはたまたまやってくれたので、はいね、安全ですということなので、はい、でアプリをね立ち上げる、開くと押しますと、こんな感じでデバイス内の写真メディアファイルへのアクセスを、許可しますかと出ますので、ここは、ね、ご自身が許可してもいいなら上を押していただければいいし、私はねちょっと写真とかね勝手にアクセスされるの嫌なので許可しないと、まあ後でもね変えれるんでね、はい、とりあえず許可しないで私はやりましたと。はい、そうしましたらね、この画面が出ますということで、もうね、もうウェブアプリの時と全く同じ画面です。これがね、動画で動いてますと。で、ログインと、あとレジスターとあると思うんで、多分ね、皆さんも一度、ウェブアプリの方から登録している方ばかりだと思いますので、その方はね、こちらのログインというところを押してください。で、まだの方はね、こちらのレジスターからなんですけど、レジスターから行くやり方は後でね、また解説しますね。はい、今回はログインと押してくださいと。はい、でログインと押しましたら、ね、ここの3箇所ですね、まずは日本選んでくださいと。でプラス81になっているので0はいりませんよと、ね、90とか080だったら80、070だったら70と、ね、頭の0を抜って番号を入力してくださいと。でパスワードはね以前設定したパスワードですね、入れていただいてログインと押してください。で今日のね昼くらいまではね全然繋がんなかったんですけど、私もね夕方の4時くらいか5時くらいに繋いだら、ね、ちゃんと繋がって、はい、こんな画面が出てきましたということで、ね、ウェブアプリの時と全く同じで、はい、このポップアップが出てくるので、はい、I agree というところを押してください。そうするとね、もうね、マイニング始めてくださいよということで、はい、オープンマイニングというボタンを押してください。するとね、マイニング始まります。で残高もちゃんとね、前の続きで、はい、ゼロになってるとかっていうことはなくて、前、2日前くらいですかね、までマイニングしてた残高がちゃんと反映されていますので、ね、はい、安心して、ね、これから毎日24時間に1回タップしてくださいということになります。はい、ということで、今回はね、Android のやり方、お伝えしたんですけど、多分ね、App Store も同じような感じでね、危険なアプリですけど、本当にインストールしていいですかみたいな感じで出てくると思うので、そこはね、ご自身で、はい、判断していただいて、まあね、一応大丈夫だと思って私はね、やってますけれども、そこはね、やっぱり皆さん、リスクをどう考えるか次第なので、はい、やる人はまあやるだろうし、ちょっと怖いなっていう人はね、やめといてもいいんじゃないかと思います。まあ、そのうちね、Google 認証とか、Apple 認証とかも通ると思いますので、はい、その時にやればいいんじゃないかと思います。はい、ということでね、今回は TI チェーンね、アプリができたということで、アプリの登録方法をお伝えしましたけれども、まあ、一緒ですね。アプリになったからといって特に変わらないので、レジスター、ね、登録の方法は前と一緒なので、この動画で、登録の方法、紹介してますので、これを見ながらね、登録していただければいいんじゃないかと思いますね。ウェブアプリか、スマホアプリかの違い
だけでやり方自体は変わらないので、はい、そしてこの、ね、QR コードを読むと多分ですね、先ほどの、ね、ポップアップの画面が出るのかな、こちらの、ね、多分画面が出てくると思うんですよ。でここにアプリのダウンロード URL 載ってますので、ちょっとねこれコピーできないんですよ、残念ながらね。なのでこのダウンロード URL、 この今見ていただいている動画の下の概要欄の方にねこの URL 載せておきますので、はい、こちらからねアプリはダウンロードしていただいて登録、ね、レジスターから登録していただければと思います。はい、ということでね、結構1日半か2日くらいですかね、繋がんなくてどうしたものかと思ってたんですけれども、まあね、アプリに切り替える時だったからしょうがないのかなという感じで、まあね、だいたいこういう暗号通貨のマイニングアプリ初期の段階結構ね繋がんなかったりとか、あと不具合とかもね結構あるので、いちいち反応してるともうね気持ち的に大変だと思うので、繋がんなかったりね、ちょっとアプリがおかしいなと思ったら、あ、まだね、できたばっかだからこういうこともあるよなくらいのね、本当に広い心で、はい、マイニングアプリは付き合わないと本当にやってられないのでね、しょっちゅう繋がんないとかアプリが落ちるとかありますので、そこはねそこも含めて、はい、リスクとしてねやっていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。未来のデジタル通貨チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ、2021年12月スタートしたばかりでファーストステージで稼げます。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークやピーネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。オープンインベスティングカーレンシーオピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。元祖無料マイニングアプリパイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。暗号通貨ステーブルコインスペラックス USD とガバナンストークン SPA を開発しているスペラックスのアプリです。イーサリアムウォレットでスペラックスの XP トークンをアーニングできます。無料でビットコインがアーニングできるアプリエンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。マイニングで稼ぐ、 NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定のPCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。 NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリ
ユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ファンタップマイニングアプリヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。CoinX マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。タイムストープです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ。1日1回出席確認が必要です。 B ネットワーク1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。1時間に1回ビットコインを掘ってくれるフォーセットサイト、ビットシャークです。タイトルアイコンはサメですが、ウェブアプリを開くとおっさんがツルハシ持ってマイニングしています。ビューサイトでも評価が高いフォーセットサイト、コインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイト、ファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi & NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している、実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。無料で柴犬トークンがもらえるフォーセットサイト、フリー柴犬 .com です。1時間に1回スロットを回すたびに最大300ドル分の柴犬トークンがもらえます。姉妹サイトでも全部で16種類の暗号通貨がもらえるので全部登録しましょう。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。こちらも無料暗号通貨がもらえるサイトを紹介しています。1時間ごとのスロットと Twitter に投稿されるプロモーションコードを入力することで追加でスロットを回すことができ、最大300ドル相当の暗号通貨がもらえます。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨、ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。